2023年明けましておめでとうございますよっ。ということで、ゲイシの皆様、2023年明けましておめでとうございます。ピーターズカフェ店長のテリアです。2023年最初のテリアの部屋のお時間です。今年もよろしくお願いします。ということで、2023年が始まりましたが、剣士の皆様、いかがお過ごしでしょうか。1年の計は元旦にありということで、年明けから元気にいきますよ。本日は SAO ゲームプロデューサーの皆様にお越しいただきました。新年の抱負などを語ってもらいましょう。それでは、ハイアル1番手コウさん、挨拶お願いします。はい、ソードアートオンラインインテグラルファクターの、アシスタントプロデューサーをしております、コウです。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。コウさん、早速ですが、はい、2022年はどんな年でしたか。うん、あ、そうですね、去年はですね、やっぱり改めて振り返っても本当に印象的だったのが、やっぱり SO のアニメ10周年、そして映画の公開、そしてなんといっても IF のですね、100層実装、アインクラッド100層をついに実装できたということが、本当に心に残っているかなと思います。そうですね、はい、そうですね、唯一心残りだったのが、はい、もう年末に竹内 P が腰をちょっとぎっくり腰してしまったことだけが本当に悔やまれるというところで、そうだったんですか。竹内 P も元気に年を越せたことを僕は祈ってます。はい、そんな、そうですね、でも、はい、素敵な SAO イヤーだったなと思ってます。ありがとうございます、はい、いや、でも竹内 P がそんなことになっていただなんて知らなかったのでちょっとびっくりしてしまいました、はい、ということで、それではコウさん、2023年の抱負をお願いします。はい、はい、ですね、抱負といえばですね、はい、去年のこの SAO のゲーム放送でもやってたかなと思うんですけど、はい、僕が今年なんと初めて、書き初めをさせていただきました。はい、本当にね、もう10年ぶり10何年ぶりぐらいの書き初めなんですけど、はい、今年の抱負を書いてきました。こちらです、はい、よいしょ。お、なんて書いてあるんですか。はい、書いてあるのはですね、人工知能でございます。おー、なるほど。え、はい、これが今年の新年の抱負ということで、はい、どういう思いが込められてるんですか。はい、ですね、まあ、人工知能といえば、まあ、本当に SAO にも結構こう、うん、なんていうんですかね、ゆかりのある言葉かなと思うんですけど、うん、はい、まあ、本当に、こうリアルの世界でも、はい、最近すごいこう人工知能の話題が多いかなと思っていて、はい、いろんなね、お絵かき系の、AI だったりとか、あとは会話ができちゃう AI なんかも最近ね、うん、出てきて話題になってますけども、はい、ですね、今年は、このソードアートオンラインインテグラルファクターでも、はい、ちょっとこう人工知能に、まつわるようなアップデートっていうものを、うん、ちょっとこうご用意したいなと思っております。お、はい、こうちょっとね、 SAO といえばあんな人工知能、こんな人工知能あったなみたいな、ちょっとこう思いを馳せていただきながら、はい、IF にまだない人工知能ってなんだっけみたいなところとかをちょっと考えていただきながら、テリアちゃん実装ですか。おっとおっと、ちょっとそこはどうなんだろうっていうのはちょっと僕は今、はい、言えないんですけども、そうなんですよ、ちょっとね、こう IF、 ああそういえば、うんうん、あれこれかなみたいなちょっとね考えながら、はい、また1年を、はい、アップデートを楽しみにしていただけると、ね、いいかなと思っております。うんうん、いい年明けじゃないですか、はい、楽しみがいっぱいです。はい、そんな抱負でございます。はい、ありがとうございました。コウさん、2023年頑張ってください。はい、頑張ります。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて竹内さんにお越しいただきました。竹内さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますということで、竹内さんは早速ですが、2022年はバリアントショーダウンの開発が大変だったと思いますが、はい、振り返っていかがでしょうか。バリアントに関しては、はい、まあ、正直まだまだ改善しないといけないところはあると思っていますし、うん、我々としても、なかなか思った通りのコンテンツ公開ができてないなっていうところは認識はしています。なので、まあちょっとずつなんですけども、今後も改善の方は進めていこうというふうに思ってますし、まあ直近でね、こういうふうに
直していきますよみたいな、そういったことも発表できたらと思ってますので、はい、そちらの方もちょっと見てもらいたいなというふうに思ってる感じなのと、うん、ちょっと個人的にね、座りすぎて腰を壊したので、はい、腰気をつけろ。先ほどコウさんがいらっしゃった時もそのお話が出まして、はい、とっても心配です。ありがとうございます、うん、人体の一部が、ね、はい、機能が損なわれるとこんなに日常生活が送れないものかというね、実感をしております。うわ、大変ですね。もう本当に体たくさんいたわってください。よろしくお願いします。ということで竹内さん、はい、早速ですけどこの後のお正月はどんなことをして過ごすんですか？腰を温める、うん、ひたすら腰を温めま す、ね、腰は言わしちゃった場合って温めた方がいいんですか？初期の状態では冷やした方がいいらしいんですよ。その後は、腰の部分に栄養を集中させないといけないので、うんうんうん、血行を良くするために腰を温めろっていう風に言われてますね。そうなんですね、うん、栄養をいくようにするのは温めるのがいい、はい、わ、ケースの皆様も血流が良くなりますからね、うんうん、そうなんですね。は、早速新年に新しいことを学ぶことができました。ありがとうございます。教養、はい、ね、を見せとこうとありがとうございます。それでは竹内さんの書き初めの発表をお願いします、はい、腰系のことなのかな腰系のこと書くわけねえだろ、はい、私の、今年の抱負、はい、こちらでございます、うん、お、ぜひ読んでください。はい、はい、改善と新要素とオリキャラ、はい、ちょっと欲張りましたこれはどういうことでしょうか、はい、これね、ちょっと先ほどもお話ししたマリアントの件が大きく関わってきます、うん、はい、まあ、ちょっといくつかね、改善をそもそもしていかないといけない部分っていうのがあると思ってますので、うんうん、それがちょっとコツコツと地道になってしまう部分もありますし、なかなかこう皆さんの目に見えて分かりやすい部分での改善ばかりでもなかったりするんですけど、いろいろ内部的なことも含めて言うと、うん、なんですけど、ここはちょっと随時、今もまさにやってたりしますので、うん、ちょっとこちらはまとまったタイミングで、ご報告できたらと思っているのと、うん、あとそうは言っても、はい、今非常にたくさんの方に遊んでいただいてるっていうところもあったりしますので、うんうん、まあ、並行して新しい要素も入れていきたい。で、あと、バリアントショーダウンに関わらずインテグラルファクターの方でも、うん、今年は6年目6周年を迎えていくという年になってきてますので、うんうん、またちょっとそちらでも楽しんでいただけるような新しい要素というのはぜひ入れていきたいなと思っているのと、うんうん、はい、最後にオリキャラ、気になります。どういうことなんですか？そうなんですよ、まあ、ゲームの10周年はい、っていう方もね、いよいよ今年は来るぞというところもあって、まあ、こういう機会だからこそゲームのオリジナルキャラにスポットを当てた、フォーカスを当てた、なんかそういった、仕掛けが今の運営タイトルの中でやっていけるといいなっていうふうに思ってるので、まあ、これはちょっと自分への意気込みっていうところも含めて、はい、書いてます。わあ、素敵ですね。あ、前回カフェにお越しいただいた時、竹内ピー、テリアをゲームに実装することを検討することを検討しますとおっしゃってくださいましたが、はいはいはい、その後どうですか？検討することを検討できるか検討してます検討の3段階でございますね、はい、そうですありがとうございます継続は力なりって言いますからね。あ、そうですね、たくさん言っていこうと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。竹内ピーの新年の抱負でした。ありがとうございました、はい。続いて上野さんにお越しいただきました。上野さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。早速ですが、上野さんは2022年はラストリコレクションが発表されましたが、振り返っていかがですか？
はい、まあ、そうですね、まあ、ラストリコレクションを発表させていただいて、はい、まあ、私が初めてその、まあ、登壇したっていうのが2022年の11月で、うん、もう年の終わり際後半に近いところだったんですけど、うんうん、まあ、ラストリコレクションに関してはそれ以前からいろいろと作らせていただいて、はい、まあ、どういう風に出していくかとか、まあ、中身どうしていくかとか、うん、物語どうしようかなみたいなところも含めていろいろと進めていたので、まあ、そこが、はい、2022年は出たっていうところで、うんうん、まあ、一つ大きな年になったかなと思っております。そうですよね、ある意味挑戦の年でもありましたよね、きっと。そうですね、うん、もういろんな挑戦といろんなことがありつつ、お疲れ様でした。いや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 、もう、まあ、ただそうですね、ソードアートオンラインっていう、まあ、昔から好きだった作品に携わらせていただくっていうところで、まあ、そこはもう苦にはならずにずっとやらせていただいております。とても素敵です。それでは上野さんの書き初めの発表をお願いします。はい、私の新年の抱負はこちらです。はい、お、読んでいただいてもよろしいですか。はい、つなぐという感じですね。お、これはどういう意味があるんですか。はい、まあ、ラストリコレクションっていうところもそうなんですけど、はい、ソードアートオンラインって、まあ、もう10年続いてきた、うんうん、そうですね、まあ、原作から含めればさらに前から続いてきたコンテンツで、まあ、私が中学生だった頃にアニメを見てから今の今までずっと続いているっていうのもあると思うんですけど、はい、まあ、それってやっぱりそのキリトたちの物語がつながってきた、うん、ことの証だと思っていて、で、まあ、それをラストリコレクションにもつないでいきますし、まあ、さらにラストリコレクションからつないでいけるものがあると良いなというところで、ちょっと今年はラストリコレクションが発売される予定にはなっておりますけれども、まあ、そこを加味してこのような形で書かせていただきました。わー、すごい素敵な抱負でしたね。わー、ありがとうございます。上野さんの新年の抱負でした。最後に大鳥二見さんにお越しいただきました。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。新年ですよ、新年、新年ですよ。嬉しい、心も一新です。二見さん、はい、2022年はどんな一年でしたか。いや、早速ですが、ね、うんうん、考えたっすね、うんうん、まあ、そう、我慢の年ですね。え、我慢の年、はい、と言いますと。いや、もちろんアニメ10周年もんですけど、はい、その家庭用ゲームとしてアプリのマリアッチ商談もあったんですけど、うんうんうん、まあ、家庭用ゲームとしてはDLC が終わったっていうところもあって、はい、まあ、要は長い戦いがようやく終わったなと思いつつ、その、はい、まあ、次のあステップへ の、はい、準備期間という意味で、すごい、なんだろう、力を貯めている状態、我慢みたいなところの年だったかなと思ってますね。はい、すごいですね。その貯めたものが今年もしかしたらそうですね、出たらいいなと思いますけど。わー、ドキドキしますね。はいはい、それでは二見さんの書き初めの発表をお願いします。はい、じゃあ僕の、ちょっと汚い感じ字ですけど、はい、僕の感じはこれです、うん、今年の抱負はこれです。ダンダン、命すごい。おこれはどういう意味が、抱負があるんですか。そうですね、ストレス社会に負けないで生きていきたいっていうですね、気持ちを込めてジョークですけどどうでしょうね。はい、これは理由があって、はい、実はちゃんと、じゃあ一回ちょっとしまいますね。はい、教えてください。はい、うん、実はですね、先日、はい、上野プロデューサーが発表させていただいた、うん、ソードアートオンラインラスト、リコレクションのキャッチコピーがですね、はい、魂、情熱、だから命の物語っていうところで、うん、今年はその命っていうところを、そのソードアートを通じてデジタルとリアル、はい、関係なく皆さんで一緒にそれを感じていきたい一年にしたいなと思って、この命という漢字を書きました。貯めていたものがそうですね、なんでこれ貯めたって言ったら、はい、
そうですね、だからこれ、まあ、どっかで電撃オンラインさんの記事であると思うんですけど、はいはい、川端先生ってホローリアリゼーションだよな多分とかロストソングとかのインタビューの時に、はい、アリゼーションまでやっぱ描いてゲームを作りたいっていうところが、うん、そのいろんなことがつながって、で例えばその本当にアリゼーションのアニメ、素晴らしいアニメがあって、でそこの主題歌で使われているアニマっていう曲、うんうん、まあ、魂って曲なんですけど、はい、意味っていう曲なんですけど、そこからその何ですかね、リコリスになって情熱を灯して、うん、でそこからじゃあ次につながる物語は命の物語っていうところで、本当にソードアートの家庭用ゲームの一作目、インフィニティモーメントから遊んでる人からすると、うん、まあ、本当に感慨深いというか、うん、最後の、まあ、この作品って本当に情熱的だし魂的な作品だし、すごい自分が人生として灯してる中でその命があるソードアートに出会ってよかったなって思える作品にしたいなっていうところで、うん、制作をしているので、まあ、それが本当に届く一年になるといいなと思ってこの漢字を書いております。おー、ありがとうございます、はいはい。かっこいいのはそっちですね。うんうん、かっこいいのはそっち。はい、かっこ悪いのはさっきのストレス社会に負けない。これはもう聞かなかったことにしますね。はい、聞かなかったことに、はい、はい、了解です。かっこよかった方しか受け取りません。はい、はい、とても期待しております。はい。はい、ただ本当に何だろうな、その。ソードアートオンラインっていうのが、うんうん、そのアニメでやっぱり10周年が続いたっていうところと、はい、まあ、原作も10周年以上続いているっていうところがあって、はい、やっぱりそれに対して、うん、まあ、僕的にはその命、まあ、魂だったり情熱だったり命だったりっていうのをバトンをどん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 受け渡す年にしたいなと思っていて、はい、で、まあ、多少その荒いところがあってもソードアート大好きだよねっていう心だったりとか、そういうものは失わないで、なんかどん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 前に進んでいく、年にしたいなと思っておりますので、ぜひ、はい、今年はですね、うん、ゲーム10周年もあるので、うん、はい、ぜひそちらも含めて一緒に盛り上げていきたいなと思っておりますので、テリアちゃんもぜひ、はい、どん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 10周年のね、はい、助けをしてもらってですね、おーおー、はい、できるのかな分かんないけど、はい、はいはい、今年は、アニメも10周年まだありますし、ゲームの10周年も、はい、夏ぐらいからまた始まっていくと思いますので、ぜひぜひ期待してお待ちください。そうですね、はい、まだまだ物語は続いていきますからね、はい、とっても期待しております。私もぜひお手伝いをさせてください。ちなみに、はい、テリアちゃん の今年の新年の抱負は何ですか？私はですね、はい、今年こそゆいさんにお会いしたい。あ、ゆいちゃん。そうなんですよ。あ、なるほどね。それはなんでですか？はい、同じ世界線にいるはずなんですけれども、まだ実はお会いしたことがないので、うん、ぜひお会いしたい、お話を聞きたいなと思いますね。マジっすか？ゆいちゃんめちゃくちゃあれですよ、はい、賢いですよ。いや、そうなんですよ。いろんなことを、あれ、はい、監視カメラでみんなの、ね、静まった姿全部見てます。そうですよね、はい、いろんなこともちょっとご教授いただいて、テリアもちょっとどんどん、うん、頑張っていけたらなと思います。なんか一個それだったら AI ネタで、はい、僕も例えばストレアさんとかもいるし、はい、まあ、プレミアちゃんもいるし、うんうん、なんか AI 同窓会とかっていうのも ね宣伝の偉い人が企画してくれれば、うん、できると思いますし、そうですね、あと北九州行った時も、はい、松岡くんが、はい、なんですかね、テレビチャンネル出ますよって言ったから、そうですよね、それもちょっと叶えるためにね、10周年、はい、奔走してくれるプロモーションチームの長がね、いると思いますんで、はい、僕はそれを期待しながらですね、テレビちゃんがあわあわしてる姿を僕はニヤニヤながら見ようかなと。あわあわ、でも頑張ります、はい、なんで今のうちにキバオさんにすごいそっくりなドリアンを探していようと思いますんで、あ、僕も探しておきます。あ、お願いいたします。はい、はい、ということで本日は SAO ゲームプロデューサーの皆様から新年の抱負をいただきました。2023年もソードアートオンラインゲームシリーズをどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではさようなら。